ラグビー初心者のためにラグビーの素晴らしさを伝える動画。第9回目のテーマは観客のマナーについてです。今までの動画でラグビーは紳士のスポーツであること、相手やレフェリーも含めてラグビーに関係するものすべてに敬意を払うこと、国籍を超えて一つの目的に向かって全員で戦うこと、試合が終われば敵も味方も関係なくお互いの健闘を称え合うこと、そんな様々なラグビーの精神、価値観について説明してきました。実はこの精神や価値観はラグビーを観戦する人にも根付いています。そのことを表している一番わかりやすい例が、観客席が応援するチームごとに区別されていないことです。野球やサッカーはほとんどの場合応援するチームによって席が分かれていますが、ラグビーの場合はそれに関係なく観客席に座ります。ですので隣に座っている人が相手チームのサポーターであることも多々あるのです。相手チームのサポーターが自分の近くに座っていると聞くと非常に応援しにくいイメージを持つかもしれませんが、ラグビーではそんなことはありません。ラグビー中継で観客席がモニターに映し出されることがよくありますが、その様子をよく見てみるとチーム関係なく良いプレーをした時やトライを決めた時などは両チームのサポーターが共に喜び選手たちを褒めたたえる姿が目に映ります。試合が終われば両チームのサポーター同士肩を組んだり、相手チームの旗を掲げたりとお互いをたたえねぎらい合います。ノーサイドの精神が観客にも根付いている証拠ではないでしょうか。これだけではなく選手たちへの敬意を示すマナーも存在します。ラグビーでは試合前に両チームの選手紹介が行われますが、どちらのチームも関係なく全員が選手一人一人に拍手を送ります。選手がボールを置いてキックするシーンでは観客は声援をやめて静かに見守ります。キッカーが最大限に集中力を高められるようにするためです。海外ではキックの際に観客に対してリスペクトトゥーキッカーと注意喚起がされる場合もあるのです。またホイッスルやメガホンなど音が鳴る応援グッズの使用も基本的に禁止されています。選手の集中を妨げるだけでなく、ラグビーは常に選手同士が声を掛け合ってプレーを展開してますので、それの妨げにならないための配慮です。このように観客にも相手チームのサポーターや選手たちへ敬意を払うことが当然のように根付いているのです。初めて試合場で観戦する際には慣れない雰囲気に戸惑うこともあると思いますが、選手も観客も敵も味方も関係なく一体となれるのはラグビーならではと思いますので、ぜひ一度は試合場に足を運んでみてはいかがでしょうか。